お疲れ様です。ラットです。今日はこちら深海スピードドリルやっていきます。さあ、ここ最近ですね、昔は進化スケルトンで使われてた、ドリルデッキがね、進化アイスピになっております。時代が来ました。アイスピ使いの皆さん、おめでとうございます。いるのか分かりませんが、ちょっとね、アイスピアイスピじゃなきゃね、ちょっと先守れない。本当にこいつね、もう依存しちゃうぐらいここ最近俺使っちゃってるんですけど、ペッカですね。すべては極悪人、進化ペッカ、かつあとなんだ、進化ペッカと、まあ、ラムライダーと、まあそれこそこのゴブリンシュタイン、もうこのあたりがもう強すぎるがゆえに、そうこいつらがすべては悪いんですけど、強すぎるゆえにね、まあ、特にほんとペッカですね。ペッカ、あいつが強すぎるゆえに進化好きだと、ちょっと守れないやっていうのでね、はい、そのためだけのアイスピです。進化ペッカの足止め用です。なので一応総合的に言うと、まあ、進化スケの方がなんだろうね、ゴブリンバレル拾えたりだとか、まあ、スケラの防衛にもちょっと良かったりだとかね、陸域にもなるしみたいな、こう総合的に言うと、まあ、進化スケルトンの方がいいんですけどっていう話ですね。まあ、環境で言うと本当ペッカやラム、まあ、そこですね。もうそこしかない、はい、あそこがいかれてるので、それ用のね、よいしょ、いいね、ワンちゃん、あ、いいねいいね、めっちゃいい、まあ、ビリビリはいらんか、これビリビリで対応されちゃいますっていうので、ちょっと進化アイス PGA がまさかの来ちゃったんで、めっちゃいい。本当にね、多分この後もどうせペッカ当たるんですけど、ペッカに対してはめっちゃ強いです。逆に進化アイスピに慣れてしまうとね、もうなんかあれ進化アイスピねと守れなくねっていうのまで感じちゃうぐらい。これ端前さ、フランケンちょっと強いよ、大砲サイドがないんで。しかもあの博士さ、ワンチャン飛ばん、ビリビリで。いやー、ギリ届かないのか。いや、届いてる。いや、めっちゃいい。全然 ISP 関係ないけど、めっちゃいい。さすが相手のデッキ的にね、金掛けとかできない。なんで、いや、いいよ。足遅いのがめっちゃいい。残れ。はみ出ろ。キング起動しちゃってもよかったな。え？やば。ふふ。良すぎた。よしよし。進化ドリルからの、ポイズン打つだけね。これ、大砲壊れるんで。このフランケンシュタインが止まんないよ。いや、めっちゃいい。レーザー打って。俺もこれ壊しちゃう。ポイズン欲しいな。ウッドに一瞬の未来もあったけど、さすがにポイか。大砲も使わない。いや、めっちゃいい。良すぎる。キング起動もあ、できてるよ。あれいつの間に。さあ、まあ今回はそんなちょっと活躍する感じじゃないかもだけど、こういうのにもねちょっと良かったりするから、はい、いや気づいたら勝てそう。ルート行さ入ってる。ポイズン、おお、いいね強全然ドリルが強えって話ねいや、進化ゴブリンドリルも
なんか加工されたんだよな。結構デカめに2回目と3回目出現時のノックバックとダメージがなくなったんで、まあそこにねポイズンとかがなければ本当にゴブリンだけとかでも抑えられるぐらいにはなっちゃったんですけど、言うて結局ドリル飛ばした時はねポイズンとかもセットで来るんで、なんだかんだ対応しづらいよねっていうのでね、はみ出るしな、まだまだ強いですよ、ね、あのスキアだな、どっちを、またまあでもこれラムの可能性もあればホグの可能性もあります。まあどっちもやだな、ラムでした今回は。でラムイコールこれ相手ライトニングです。ホグだったらクエイクでラムだとみたいなね。いやもうお腹いっぱいやラムライダー。今日の動画では1回目とかかもだけど同じやデッキで、ライトニングかちょっとだるいな。でもフランケンがね、一応ロケ砲ってねドリルの出現ダメとウッドでしばきます。いやいいね、めっちゃいい、背面溶かしちゃおう。アイスピで止めた方がいいね。ボンバー怖いそうすぎるいやこれでそうボンバーが飛ぶのもちょっと意味わかんないですもんねっていう話なんだよな。あえてライトニング持ってんでゴブリンシュタイン出すなら今とかこっちサイドだけど、ロケ砲のなんか嫌な許容もあるな。いやでも攻めちゃってもいいな、これさ自分のペースつかむわ。これで相手に攻めさせない、組み立てさせない、あいいライトニングだな。そうなるとラムはアイスピがあるよ。まあまあライトニング削りまあ嫌ではあるが、使ったら使ったで、うん、じゃああの子あの子邪魔だな、早くいなくなってくんねえかな。ちょこれまずい流れですね一応ね。まあ進化ドリル回すか、適当な位置でいいか。はい、進化ドリルを回して暇なフランケンでもしてポイズンで削りながら、この進化ドリルがいい。よい。相手硬いのがねえのか。おつい。ああ。やべ、なんか微妙だったな。まずい気もする。やめて。よい。ちょっと俺がね、ヘマしない限り大丈夫なんだよな。多分。深海スピ噛みすぎる深海スピゲーしてる。いやーこれだけで正直どこに何がいるのか見えにくい。ワンチャン相手左狙ってくるかな。いやーいいアイスピやレッツゴー。相手も諦めずにね頑張って、この博士ですら強いからね。まあ負け筋をなくすならこうだけど、まあ、負けそうだな逆に。まあアイスピ強くない、やばいよアイスピなきゃもうぐっちゃぐちゃよこれ、すごいよ。そんな優秀なんていうぐらいね、マイスピなきゃ終わりよ。でもやっぱワンチャン捕まれそうになってない、大丈夫これ
え、でもアイスピールんだよ。絶対的信頼だ。アイスピーか。さあ、まあこのねロケ砲系のデッキにも、まあ、まあロケ奥そんな進んないんでね、俺のデッキにねちょっと勝ちやすいのもあるかもしれないですね。いいね。じゃあペッカとか引けるとほんともっといいんだよな。まあ、あとはバルーンとか、だから意外と、あとロイジャイとかエレジャイね。だから高回転相手にはそんな刺さんないよねっていう話ね。まあでもデホのなんか1コスの通常のアイススピリットがねある程度優秀ではあるんで、なんとかなる気もするよね。さあナイトアーチャークロスかな。いやーっぽいね。はみ出ろ。いや相手の浮きうまいな。今の完封されんのか。まあ適当に。うわーなんかやだよねそういうの。やべえこれ殴られたら痛いな。ネチネチいって、まあ、ポイズンウッドとゴブシューとかでクロス与えたいな。え、うまいな、なんかドリルの受けが。まあでもクロスの受けも慣れちゃってる私もいたりしますね。まあここは耐えかな。進化ドリル、まあ相手の進化アーチャーかな、わかんないけどそこだけ怖いよね。クロスにアイスピが飛べたら強いんですけど、どうせ飛べないんでね、ちょっともったいない気もした。これなんか端前今フランケンも強そうだったな。テスラサイトだっただし、いやいい、はみ出し。ふふふ、怒ってはいる。気持ちよさそう。グッドゲーム言って端前クロスチェキ。にゃあ、あれ諦めたかこれ。本当にさすがにね。にゃあ全然来ない。そんなことあんの。全然当たんねえけど。いや来そうだったよな。これクロスに当たんねえか。いやーいいね。一応深海スピの残りがか。頑張っているか。まあ負け筋なんなんだろうな。オブリンシュタインとさ大砲の受けがあるからさ結構受けれちゃうよね。置いときゃ相手視点だるいだろうなって。ああそれ俺も厄介だ。いやレーザー怖っ。まあこういうのおとなしくね棒声張ってウッド打つのが一番いいっすよね。はい、安牌な逃げです。まあ最悪左を削ってもいいですからね。もうこうなったら相手がこんなに左に来るならもうディガポイみたいな感覚でね、ドリポイ、まあ、落ち着くなら落ち着いてもいいか。まあ暇だしこれだけ置いて。え、じゃロケならちょっとまずくなってくるね。話が違うね。ロケとなると私はポイズン削りいるしね。うん、話がマジで変わりすぎる。アーチャーに当たれば最強だったの。当たってる、熱い。でこれチャンピオンサイクルあります。チャンピオンサイクルで無限にドリル回してテーダも回して熱い。
最強のチャンピオンサイクル来てる。もう一回クロスワンチャンチャけられるか。置いてこねえの。ミスってる。はみ出ろ。でっけえからの進化ね。いや、めっちゃいい。うわぁ、めっちゃいい。ロケでも追いつけない。ナイス。わぁ、危ねえ。ファイボだと、もう思い込んではいたが、ロケットだと最悪ロケ釣りされちゃうんでね。しっかり後ろからチャンピオン出して、テオダーサイクルがね、1枚早くなるんでね。しっかりそれを利用しての、素晴らしいね。いいね。じゃ深海スピー、ちょっとあんま活躍できてないのがあれなんですけど、対クロスは仕方ないかな。なんかロイジャイとかね。そういうの来ねえかな。アイスピが刺さりそうなの。あー、もうエリゴレか、メガナイトコカツか、みたいな。ダガーガールなんでね。結構ゴリ押しで来るデッキだと思います。枯渇の施設が入ってないか、まあ大砲入ってるけど、もう高回転でゴリ押しちゃおうのね、罰かな。まあこれ耐えたいですね。一倍タイム、相手多分ずっと攻めてくるんで、それを耐えたら、俺に流れが来るかもしれない。これ、手札回しとくか。耐えます。マジ、1倍耐えてしまえば、後半はね、相手のダガーが寝るんで。いいね。耐えです。いやー、もう、それ、いい吹き合いよね。勘弁してほしい。進化バレルがもう回ったのか、早いな。まあ、8枚プリンとかはね、最悪、進化エスピで処理できるのはいい話よね。マジ。重いぐらい引きこもります。絶対逆だったな。ボンバートウッド。いや、マジ耐えたら勝ちなんですよ、これ。まあでも、吹きや。どうだろうな。ドリルが入るかわかんないんですけど、ポイズン削りが一応ね、あるかね。ワルキリーもいたしな。マジ無理しない。無理しないが一番、勝てそう。やばい。無理してないのにきつい。勘弁して。マジで。きつい。一発撃たんかい。いや、相手ね、呪文もね、ないんですよ、これ。そう、だから。本当に耐えりゃ勝てるんですよ、俺。いや、あるね、流れが。え、それやってないって。あるね。ちょっと進化バルキリ的な、ね、香りはしてはいたが。あるね。怖っ。待って、やばい、アイスピ、うそ。もうすごい、勘弁してよ。全然俺の攻めが通んねえ。いや、マジあるの。
耐えました。あぶねー。いやーマジでもう見えてはいた。ここがオッケー。怖すぎる怖すぎる。本当に無限になんかあいつのオーロレかバラジュー橋前プリン来るかな。橋前ギャング、いやよく耐えました。ちょっと、まあ、深海スピー、まあ、今回プリンス処理に役立ったんですけどね、なんかもっとタンク系が来た方が楽に輝いてくれるんだよな。いやいいね。でもドリル好きなんだよな。楽しい正直守ってるだけではあるけど楽しい。これウッドでさ、はみ出しの系、あーちゃんとね、えらいね。ホグかクロスか、でもアイスもったいないか。おお、すごい勢いがいいね。なんか似てはいるけど強えな相手のデッキ。つけ飛べ、まあ、似てんな。何がトルネなんだろうな。何かナイトなんだめっちゃ似てんだよ。まあポイズンがなければ嬉しかったりするよね。マジアチャもね、マジックアチャだけマジ。おお、ロケホ新しいな。おー、いやマジアじゃないよな。そしたらロケホドリルか、まあ、ロケホちょっとだるいなぐらい。おー、そうね、トルネか。なんか行っちゃうまあトルネロケコっすね。マジ負け筋ってかも、ほんとそれぐらいな。トルネロケコが、いやー相手防衛うまいね。でゴブリンシュタインがね、ちょっとロケホーにあんま強くないから別に出せない。やばっ、もうそれ勘弁して。なんかいろんな攻めができそう。いやもうロケホー強すぎる。なんだこれ、やばそれ。え、勘弁してよそれがありなら何でもありやん。なんかゴブリンシュタインが邪魔になってんな。一応このカード顔されたかったな。
それによってなんかわざわざ使わなくてもいいやみたいなね。これちょっともったいないもん。いやロケホン強っ。やべ、ゴブリンシュタインが足引っ張ってやがる。まあワンチャンスツーチャンス進化ナイトロケかな。ちょっと強い。さすがに。いやー、一回あのトルネのさ火花パチパチ痛かったな。トルネくると思った。うまいな。でもナイトロケコか。まあでもこういうね大砲デッキも強いな。ペッカでもペッカ止まんのかそれ。ナイトの肉。まあ、ナイトスキアイスピロケコ。あー、いや、すごっ！なんか、めちゃめちゃ無課金デッキじゃない？まあ、進化あるとはいえね。進化なければ。なんかで、カードが古いんだよな。ナイトロケホスキアイスピ大砲取るね。初期カードで組んでみましたみたいなね。懐かしい構成だね。まあ、大砲も強いんでね、今。さあこの人でもモジャモ、モジャオくんですよ。親衛隊モジャオくんなので、はい、まあ耐えてドリルポイズンしたら勝てるかなと思います。守ろうかな。進化ドリルだけ攻めに使ったっていい。楽しそう。いいボンバーや。暇だな。あんま自分から行かなくてもいい。この対決は絶対に相性は良さそう。キング軌道まで狙っていきたいね。あれ、大砲でね。ここってキングできんのかな。もう一個下だったか。いやまあできたからいいや。まあビリビリしてから考えようか。端前来るね、親衛隊が。でもキング起動もしたんで結構楽に守れないかな。許容もあります。痛いです、痛いです、痛いです、ですです。いや、まあ、全然許されます。はい。進化ドリルたまりました。親衛隊に対してもアイスピちょっと強い気がするな。まあ、ロケ砲だけね。なんかロケ砲流行ってんな。ゴブシュ対策。まあめんどくさかったからポイズン打っちゃったけど、打たなくてもよかったな。さあゴブリンシュタイン出して大砲も置いて準備はね整いますよ。もうすぐやめて。うっ、まあ、嫌なのはロケ砲だったけど、もう無視。ロケ通しとか無視。レーザーやってアイスピやって深海スピちょっといい。え、深海スピめっちゃいいやん。いやでも褒めたらそれか。こっちだな。いいね。まあ、なんかちょっと怖いけどね。ちょっとだけね。まあこれドリルでよかったな。いや雑にドリル出せんの便利だな。
いや強っ。大砲強っ。まあポイズン行ってもいいし、ドリルでなんかユニット探してからでもいいな正直。ものすごい相性がいいのかな。ポイズン打っておとなしくウッドで進化SPも出してドリルも出して、すごい相手の夢つかみすごいな。新カードで止めて、ポイズンのダメージ知らねえんだよな。落ちるかな。かわいそう。よくオブリンシュタインいいな。新兵隊の防衛に優秀だし。ナイスー。進化エスピもね、ちょっと良かったんだよな。なんか進化スケだとさ、なんか進化スケで新兵隊守れないみたいな、意外と。溶かされちゃうんだね。スケアイスピだったら3回ね、1回凍らしてしまえばその後絶対2回凍ってくれるんで、わすごい安心感もありますよと。おーモハメドプラさん、昔はペッカバルーン、ペッカバルーンスケラ使ってましたね。今何使ってんだろうね。まあペッカで受けてきそうだけど、ポイズン打ったらスケラくんのかこれ。バルーンもありそうだしな、なんか何でもありそうでちょっと悩むな。これボンバーで溶かせそう、微妙にね。いや多分ですけどありますよ、バルーンとペッカ多分ね。今んとこね、昔のテンプレと一緒なんだよな、これの人ね。ボンバーダークプリンス、エレキかな、エレクトロウィザードの枠が新カードゴブリンシュタインになってるぐらいね。ペッカから節約はみ出るよ。これではみ出るのすごいかな。いや守れるかな。逆再単品新カードとかが普通に厄介。進化ボン、これもしかして進化ボンだけなんか勘弁してほしいけど、でも見てモンスター削りが、あーいいトルネやな、いいトルネだね。いやボンバ入るよ、エレキもあるよ。じゃあ何がないのこれ、バルーンがなくなった、もしかしてその可能性あるね。いやこれ絶対に逆サイだったな、ボンバーもいかれんのやばい。いやこれでさ、いやさすがにねバルーンはない。おやべ好き、あれか忘れてた。いや深海スだね。あスケラのダメージも入らなさそうだ。なんか勝てそうだな。いやどうなんだ、なんかダックプリボンバーで俺の攻めがね通りにくいのも嫌ではあるんですけど、ペッカがペッカがなんかそんな脅威じゃない。怖い、このカードの方が怖いぐらい。
ね。うわー、なんか怖ー。一応さっきから矢波削りをされてはいる。なんか行った方が絶対強いな。もう一発？相手だってさ、取れねーだもんな。マジ別カメタすぎる。やばい、待って、勘弁して。それやば。あ、ワンチャンの捕まれ方グロ。嘘や。はみ出ねえかな。やば、嘘やん。進化ボンバー、進化ボンバー、進化ボンバー嘘やん。俺の4分50秒ぐらいの努力、進化ボンバーで終わっちゃったよ。やばいよな。1回で2発入る仕様な、あれだけどうにかなんねえかな。強すぎるんだよな。ああ、迫撃砲っぽい名前してんね。耐えますか。なんだろう、ボンバーと博士同じか。いや、同じあるな。わあ、なんだ、親衛隊ボンバー博士。あー、親衛隊ロイホグですね。親衛隊ロイホグのホバリングかな。ホバー来るかな。あー、ボンバーがマジでいいな、スピリット受けるの。うわ、めっちゃいいタイミング。なるほどね、トリトンもいますよと。まあ負け筋はホバリング砲入りまくるぐらいだと思ってます。正直それ以外は相性いいんじゃないかなと思ってる。あとはボンバーのエイムが悪いぐらいか。いっちゃおうかな。いやー、マジポイズン打ちたすぎるけどなこれ。いや、それ強いな。そんだけで止まっちゃうのか。楽しいね。やばい、さすがに。もうええって。もうみんなボンバーで。みんなボンバーだけで削って勝とうとしてない？まあでもそれで勝てちゃうかんな。一生守ってボンバー削りだけで成り立っちゃうのが良くないよね。やばい、どっちも。ホバーが、ホバーがちょっとだけ痛いね。え、これさ、めっちゃつくね。トリトン、え、どれもついの。ビリビリして、でかい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 。カウントやば。いやー、耐えの時間ですか。早めに走ってきてもらおうか。
かすごい、待って、やばい、いいんだけど、なんか見にくい。いや、いい、今の耐えたの熱いな。ボープ貼っとこう。やばい、いや、めっちゃいい。うわ、偉すぎるこのボーポイ。もうちょ、勘弁してください。お腹いっぱいなんだよ。あ、見てろ、トリトンさ、あっちに行ってさ、行かねえのか。いや、あるな、ダメージ勝ってるわ、でかい。おとなしくボーポイして、ぶっ飛ばして、相手焦ってんね、それ。俺も怪しい、ビリビリしてんね。冷静なね、即ボーポイあります、ホバリングに。やっぱビビっていくぐらいがちょうどいい。いや、負け筋あります、端前ボンバーね。いや、これマジやばい、端前ボンバー完璧すぎる。こんにちは、さすがに。端前ボンバー下すぎる。なんか端前からボンバーがんの回しがあったもんな。いらねえボンバー追加があったから、進化ボンを回したかったんだな。じゃあ勘弁してくれ。ボンバーも超強いです。というわけで、今日はね、まあボンバー進化でもいいかもしんないんですが、まあやっぱペッカやラムを守れる進化アイスピーもね、おすすめですよ。というわけで、こちらのドリルも皆さんぜひやってみてください。ちゃんとここもオンシャスター押したのだね。